はいどうもこんにちは、ひまわりまさでございます。はい、今日ね、またここの道を通っているということは、僕がどこに向かっているかと言いますと、毒ダミ採取でございます。そう、今日もですね、蓄膿症にまつわるお話をねしていきたいと思います。前回から僕はですね、2週間ぐらい空いてるんですけども、そんなに今ね蓄膿症溜まっていません。症状も出ていません。なんかもうやっぱりちょこちょことドクダミをお花に入れて、ケアしていきたいと思っています。で、今日はすごい衝撃の事実がありまして、それを皆さんにねお伝えしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。結構大量に取りました。はい、いいね、いいね、いい感じだね。あんま綺麗じゃないんだけどな、まあいっか。よし、全国の蓄膿症の皆さん、おまっとさんでした。ひまわりまさの登場です。ということで、今日も蓄膿症のお話をしていきたいと思います。僕は過去に3回蓄膿症の膿を出す方法ということで、毒ダミの葉っぱをすりつぶして鼻の中に入れて、それで膿を出すということを発信してまいりました。はい、民間療法で、まあ、いろいろ僕の方で調べて、僕のアレンジを加えてオリジナルにして、あのやり方を発信しております。今回、まあ、毒ダミというものが本当に蓄膿症に効くのかどうか疑問になっている方多いと思います。僕の調べた中ではあるんですけども、ちゃんと今回ですね、この本にちゃんと載ってあります。こちら今月の12日に発売されました、暮らしに役立つ初めてのハーブ手帳というですね、全国のコンビニとかで売っている本でございます。ハーブの本です。その中に毒ダミのが排尿に役立ちますよという情報がちゃんと載ってあります。本ですね、はい。もっと知りたい人のハーブというね項目でですね、この毒ダミが紹介されています。じゃあね、この毒ダミの成分をね、説明をねちょっと読んでいきたいと思います。いきますよ。毒ダミには多くの人が顔をしかめるような毒々の匂いがあります。これはデカノイル、アセトアルデヒドという成分によるもので、抗菌・抗真菌作用があります。乾燥させると臭みが消えてしまうので飲みやすくなります。重薬と言われるだけあり、植物療法としてたくさんの効能を持ちます。乾燥させ匂いがなくなった毒ダミとアルコールにつけた毒ダミチンキで、体の内と外から健康と美容に。臭みが消えたドライは利尿、痰化、抗動脈硬化作用を持ち、尿路感染症対策や便秘、生活習慣病の予防にも役立ちます。注目は家庭での春の薬草手仕事として活用される毒ダミの鎮気剤を活用した美容への効能です。抗炎症作用があるので、アレルギー性炎症性疾患の改善やアトピー性皮膚炎の改善にも用いられます。なお、肌の弾力を保つコラーゲンを守る働きから、シワの予防改善やムダ毛の成長抑制もあることが分かっています。ワンポイント、高血圧や皮膚病の改善に、生のものは排尿作用による蓄膿症の改善にも用いられてきました。ということで、毒ダミが蓄膿症に効くということがちゃんと本に書いてあります。はい、この鈴木千恵子さんという方は結構そのハーブのお仕事をされているね、わりかし有名な方でございましてですね、いろんなハーブのことが書いてある中に
ドクダミがちゃんと載ってあります。はい、僕は普段はドクダミをすりつぶして鼻の中に入れて海を出す。そちら詳しい方法は過去の動画に載っていますので説明欄に載っておきますので、ぜひそちらご覧になってください。というわけで結構嬉しいですね。僕も調べて効果があるとは思い、やってみてすごく効果があって、だけどもちゃんとこういうのに載っていないので、どうなんだろうなと思いながらやっていましたけども、今回ちゃんとこうやってドクダミは菊の章に効くと書いてあります。はい、いやね、これね、少しでも菊の章で悩んでいる方の手助けになればいいかなと思っております。はい、この動画がね参考になればね、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。っていうかドクダミやばいっすね。だって作用が解熱、利尿、消炎、排尿、抗動脈硬化、膀胱炎、慢性皮膚炎、便秘、痔、蓄膿症、動脈硬化の予防、美容利用っていう風に、ドクダミ最強ですね。はい、僕はね引き続きドクダミ使っていきたいと思います。そんなに今ね溜まってる感じはしなくて、実際はあんま溜まってないんですよね。で症状も出ていないんですけども、やっぱり日々のケアとしてやっていくのはね大事だと思います。ということでやっていきます。はい、ということでこの動画さあ、これ言ったな言ったな。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。